シャリーア、シャリーア、シャリエイは、コーランと預言者、ムハンマドの原稿、スンナを方言とする法律。ムスリムが多数を占める地域、イスラム世界で原稿している法律である。イスラム法、イスラーム法、イスラーム政法などとも呼ばれる。シャリーアは、民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法、水る、戦争法にまで及ぶ。 幅広いものである。シャリアの内主にイスラム教の信仰に関わる部分を、イバーダー、儀礼的規範、世俗的生活に関わる部分を、ムアーマラーと法的規範と分類する。イバーダーとは、神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラーとは、社会における人間同士の関係を定めした水平的な規範と位置付けられる。また、イスラム共同体、ウンマは、 シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つと、される。シャリーアが、六方全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者、ムハンマド自身が、軍の指揮官であり、国家元首であったことが大きく関わっている。シャリーアでは、殺人、強姦、同性愛行為、麻薬の使用、麻薬の流通、武装高動などの犯罪を犯した場合は、 死刑と定められている。そのため、世俗的イスラム国家以外のイスラム教国、地域ではシャリアに基づいた処罰が行われている。正確には、方言、ウスウルルイコールフィクフは、以下の四つ、詳細はスンナ派を参照。学派によって、違いがあるが、基本的にはこれら処方言に基づいて、イスラム国家の運営からムスリム諸個人の行為に、 至るまでの広範な法解釈が行われる。法的文言の形をとった方言がなく、多様な解釈の可能性があるため、すべての法規定を集大成した、シャリーや法典のようなものは存在しない。一般に、上記四法言の内上にあるものが、より優先される。すなわちコーランによる、法的判断が最優先され、コーランのみで判断ができない場合に、スンナが参照され、 すんなでも判断ができない場合にイジュマーやキアースが三尺される。ただし学派によっては、イジュマーやキアースの三尺自体を認めなかったり、その方法及び効力に一定の制限を加えていたする。なお、シーア派法学では一般にイマームのみがシャリアを正しく解釈する能力を持つとされ、法学者を含む一般信徒による解釈より上位にある。 そのためシーア派法学では、歴代イマームの原稿も重要な方言、ハディースとして扱われる。シャディアは、コーランと預言者、ムハンマドの原稿、ツンナを方言とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系、イスラム法学も存在し、預言者、ムハンマドの時代から千年以上、法解釈について議論され続けている。 法解釈をする権限は、イスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で、法解釈をすることはできないとされる。預言者、ムハンマドの原稿録は、ハディースと呼ばれ預言者の原稿に協議が混ざらぬように、情報源、出典が必ず明記される。イスラム教国で、シャリアに基づく裁判においては、過去の判例や、法学者の見解、ファトアー、条理なども、補助法源として用いられている。 西洋の法律は禁止と義務の体系で成立している。イスラム法では禁止と義務の体系だけでなく、さらに細分化されている。例えば、女性への求婚はやってもやらなくても構わないもの、許可、窃盗や貫通、飲酒、掛け事はやってはならないもの、禁止に該当する。運用にあたっては、俗人主義による。すなわちムスリムであれば、 世界のどこへ行ってもシャリーヤが適用される。ただし、ハナフィ・ー学派のみは別解釈をとる。一方、ヒムスリムであれば、たとえイスラーム圏、ダールアルイコールイスラームに滞在、居住していたとしても、直接にシャリーヤを適用されることはない。ただ、ヒムスリムとムスリムの間に生じた何らかの関係や問題について、シャリーヤが適用されることはある。またシャリーヤは、 イスラーム圏における非ムスリムの地位についての規定を含む。このようにイスラームにおける国際法とは、ムスリムと非ムスリムとの間の関係に関する法であり、国家間の関係に関する法である、ヨーロッパ的な国際法とは位置づけが異なる。シャリーや運用上のもう一つの特徴は客観主義である。すなわち行為者の意思よりもその行為の外形に注目して判定を下す。 これは、ある人間の意志を正確に忖度することは神にしかできないいう考えによる。例えば、過失によって人を死に至らしめた場合は、殺人罪となる。サウジアラビアでは、統治基本法において、憲法はクルアンを及びすんナである、と明記されている。マレーシアではムスリムの民主を罰する法律があり、民主を行うと、カーディ裁判により、 罰金と鞭打ち刑が課される。ヒムスリムは処罰されない。しかし、起訴される事例は、極めて少なく私分法に近くなっている。豚肉などハラームとなる食品などの販売を行う店も、ヒムスリムが、ヒムスリム向けに営業している場合には消費者保護法、ハラーム製品の輸入製造販売を禁止する法律が適用されない場合がある。 ムスリム同士であっても宗派によって法律が異なることが多い。ワッハラブ派が主体のサウジアラビアの法体系においても、シーア派住民は法務省の会期間であるシーア派裁判所でシーア派の法による裁判権が認められている。ただし、シーア派に認められているのは24条の刑法と婚姻遺産相続。 ワクフのみであり、ワッハーブ派住民とシーア派住民の間で訴訟になった場合にはワッハブ派の方が優先される。このように一国に複数の法体系による複数の裁判所が存在するという複雑な司法形態になっている国もある。基本的に加害者がムスリム以外であっても被害者がムスリムの場合にはシャリーアが適用される。逆に被害者が非ムスリムで 加害者がムスリムの場合、欧米法において犯罪行為であってもシャリーアにおいて正当行為であれば無罪となることが多い。無中地刑などシャリーアに基づく刑罰が行われると、世俗派や他の宗教、欧米諸国からは非難されるが、非世俗派のムスリムからは支持される。多くのイスラム教国で厳格な刑罰が存続している背景には厳格な適用を求める。 自国民からの指示がある。中東などイスラム諸国では厳格な運用を求める国民が多いため、シャリーアの体制が維持されている。かつてムスリムの間では、シャリーアは人間ではなく神が定めた絶対の掟であり、人間としての正しい生き方を具体的に示すものと広く見なされた。従って、現在でも非世俗的ムスリムの間では、シャリーアは すべてのムスリムが守るべき普遍的規範であり、その意味で、シャリアへの服従はイスラームへの信仰と同義であるという主張が強い。しかし今日においてはトルコを含む東欧、そしてその他の地域の移民ムスリムを中心に、シャリアの人権侵害性などを批判し、世俗法を擁護する者も,も少なくない。近代以前のイスラム世界では、建前としてはシャリアが法体系の根幹とされたが、 現実には支配者の定めた、世俗法、カーヌーミア、地方的監修、アーダ、またはウルフ。例としては、アフガニスタンのパシュトゥーン人たちの間で用いられる、パシュトゥーンはあり、すなわちパシュトゥーンを着てなども広く併用されていた。近代に入ると、西洋法系の流入によりシャリアの運用範囲が狭められ、その権威は一時期大きく低下した。現在イスラム圏でも、 アルバニアやトルコなどでは、ローマ法期限の法律を採用し、シャリーヤは廃止された。他のイスラム圏でもレバノン、シリアなど世俗主義国家では、家族法などの一部に名残を止めているだけである。しかしサウジアラビア、イラン、アフガニスタンをはじめとする国では、シャリーヤ、もしくはシャリーヤの強い影響下にある法律、憲法による統治が行われている。また、エジプトなどのように、 政治、法制で一定程度の世俗化が進んでいるが、シャリーヤを憲法で主要方言とするなど、イスラム国家的な側面をも保持している、中間的な国家も少なくない。人権思想の観点からは、以下のような批判が存在する。シャリーヤには奴隷に関する規定があり、奴隷制度自体を容認している。預言者、ムハンマド自身が奴隷を所有していたこともあり、 奴隷所有者を悪人と断ずればムハンマドが悪人だったことになっしまうため、現代でも奴隷制度を悪と明言されていない。このため、イスラム教国では奴隷制度の廃止はかなり遅く、最後に廃止されたモーリタニアでは1980年まで奴隷制度が存続していた。ただし、歴史的にはマムルーク長などの奴隷身分出身者による王朝も存在しており、 西洋的な奴隷とは大きく異なる。アブドゥッターなどの名前が広く存在し、奴隷というより僕というニュアンスが強い。また、ムハンマドが所有していた黒人奴隷のビラールビンイコールラバーフは、イスラム教初期における聖人の一人であり、その直系子孫であるハバシー家の称号は、預言者、ムハンマドの共有たる黒人奴隷であり、黒人奴隷が高貴な家柄となっている。 このような事情から、アラブ社会では、奴隷という言葉には、欧米や極東のネガティブなイメージはない。奴隷解放を前行として奨励していることや、主人の死亡時点をもって、奴隷身分から解放されるなど、欧米のように身分が終身であったり、子孫まで継続することはなく、奴隷の獲得数が減少するに伴い奴隷の人数も減少をたどり、工作地と、 水資源の少ないアラビア半島では、濃度性が発達しなかった。このことから、アラビア半島では16世紀には、奴隷人口は、極めて少なくなり、奴隷を所有できるのは、ごく一部の権力者のみとなり、実質的な意味合いとしての奴隷というのは、部族外から雇用された雇い外国人のようなものとなり、欧米のような、悲惨な扱いをされるものではなく、 高級優遇される者が大半を占めるようになった。奴隷が軍人や官僚を占めるようになると奴隷が国を支配してしまう。奴隷王朝が誕生するなど、奴隷が逆に高い身分になってしまうという逆転現象も起きている。奴隷が部族地域における実質的な高級官僚となって、しまったサウジアラビアでは1962年に奴隷制度の禁止を発令したときに、 部族解体政策が並行して行われていたこともあり、諸部族から強固に反対され、奴隷制度は憲法であるクルアーンで認められたもので、あると反論され妥協した、結果、新規奴隷のみ禁止で、既存の奴隷で希望者のみ、奴隷の身分を継続して良いことになった。このため、現在では、奴隷といえば、権力者の腹心という意味合いになり、奴隷が高貴な身分となっている。 アラビア半島社会で、現代の実質的な奴隷は、法制度上は自由民である外国人で稼ぎ、労働者となっている。イスラム社会で、欧米的な濃度制が始まったのはエジプトが、イスラムに征服されてナイル川流域の肥沃な土地が、手に入って征服された、エジプト人が濃度となってからで、このシステムは西へと伝わっていき、モーリタニアが最盛端となっている。気候的な事情から、 エジプトの濃度性が、シナイ半島より東に逆流することはなかった。アラビア半島では、早い時期に、奴隷売買そのものが縮小していったが、エジプトから、東のアフリカ大陸北部地域を征服したイスラムは、アフリカ大陸北部の住民を奴隷として、ヨーロッパ人に売り裁き、その多くが、アメリカ大陸へ輸出されていった。このため、イスラム教国でもシナイ半島を境に、 奴隷制度そのものが大きく異なる。イスラーム法において、イスラームの統治する地域、ダールアルイコールイスラームに居住する異教徒には、ズインミーとして一定の権利保障が与えられる。彼らは自身の宗教を保持することが許され、生命権や財産権も保障される。しかし、ここで保障される信仰の自由は、 近現代におけるそれに比べると制限の厳しいものである。ズインミーは信仰の内面的保持、内心の自由は完全に保障されているが、信仰の表明、宗教的な表現、結社の自由に関しては厳しい制限があり、ムスリムの前で二等市民として控えめに振る舞うことが要求されている。具体的には、などが挙げられる。その他にも、ズインミーは、 ジズヤと呼ばれる特別の税金を支払わなければならず、時代、地域によっては衣服などに特別の印を付けさせられたり、馬への騎乗が禁止される場合もあった。またズインミーの生命権もムスリムのそれより軽く見られることが多く、ハナフィー学派を除き、ズインミーを殺したムスリムに死刑は課されない。現在多くの国でズインミー制は公式には廃止されているが、 イスラム国家を名乗るいくつかの国家では今なお、ヒムスリムへの厳しい政策が取られることもある。シャリーアにおいては、盗みを犯した人物の腕や足を切断するなどの、ハッド系、婚外成功、同性愛、理教などに対する異臭値や残首による公開処刑など、現代社会においては、過酷とされる刑罰が存在している。 そのためイランやサウジアラビアなど、シャリアを国法として採用しているいくつかの国における刑罰は、欧米諸国から人権侵害として強い非難を受けている。刑罰が課されるには、多くの条件が定めており、例として、成人である、判断能力がある、強制された行為でない、故意による犯罪である、貧困などのやむを得ない事情が存在しない、 盗まれた物品がきちんと管理された状態であった。盗まれた物品が私有財産である。盗まれた物品の弁償、返却ができない、改心の意を示さないなどである。イランではこれらに該当する過酷な刑罰が実際に執行されることは非常に稀で、窃盗を繰り返し何度も有罪判決を受けたケースに限られ、窃盗犯には1年から5年の禁錮刑が、 裁判官の裁量刑、ター・アル・刑として課されるケースがほとんどであるとされるが、アフマディ・ネジャード政権発足以降は、残首や投石刑などが増えつつあるとの指摘がある。前近代においては、ほとんどの学派がイスラーム法において、イスラームからの離脱は死刑に処されるべきとしてきた。ハナフィー学派のみはクルアーンでは、宗教に強制はあってはならないとて、 女性回収者の場合、終身禁錮とするべきとしている。近代においても、貴教への処罰を廃止しようとする世俗派の解釈は、浸透せず、原理の解釈が今なお主流である。貴教者への死刑は、預言者の原稿録、ハディースにある、ムハンマドが貴教者の殺害を命じたという記述に、由来する。イスラーム法上でも、ムスリム男性は、経典の民に属するユダヤ教と キリスト教徒という特定の一神教女性と結婚できるが一般的に妻にイスラム教へ回収させるのが一般的である。女性がヒムスリム男性と結婚することは法的に禁止されており、男性側にイスラム教への回収が求められる。男性を回収させないで女性が結婚したことが発覚した場合、その女性はイスラム法では貫通扱いとされ、 死刑に処せられる。イスラーム世界の少年愛のように、前近代イスラーム社会には、成人男性と少年の同性愛が見られることも、あったが、近代に入ると、イスラーム法の同性愛禁止規定を厳格に、施行すべきとする解釈が凍った。現在、シャリアの地域や国家では、同性愛を無知打ち刑罰対象とみなしている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。